はいどうも、アキです。ゼウスチャレンジ濃紺天地神超地獄級にブブソニパーティーで挑んでいきます。はい、それでは行きましょう。ゼウスチャレンジブブソニチャレンジと今回は銘打っています。はい、ここはですね、ペルセポネ、ダルシが初手で打てるようにしてください。パーティーは別に何でもいいと思うんですけど、それができないと勝てないと思います、さすがに。それでは行きましょう。あー、まあいいか、つなげた方がいいか逆に。はい、これで1回が突破できます。まあ結構難問ですよね、1回で。まあここで一応あれができるんですけど、スキルダメがします。スキルダメ一番しやすい場所というかではある。23,000が2ターンごとに来ると考えたら、まあ普通に、で回復力が7200と。これはさすがに突破したかな。ブブソニがは 2way で攻めた方がいいのかとかもあんまりまだ分かってないな。ブブソニは何で攻めるのが正解なんだ。31もういいか、スキルダメ的なのはもういいや。これワンパンだね、さすがに。こいつら60万ぐらいしか HP 確かないんで、エンジェルは。もう、ベルゼブブだけで余裕で出てたね、60万。はい、こいつもまあ、魔力を貯めている、来ない限りは大丈夫でしょう。多分ね。多分だけど、一応、ネットで、Google ちゃんで教えてもらおうかね。ゼウスディオス、ゼウスディオス。なんかバインドが来そうで怖いね。若干ゼウスディオスウィキ。でもブブソニって強いね。普通に考えて今バインドに、ちょっとバインドとあれに弱いのか、スキル封印に。でもスキル封印食らったところでこんだけ HP と回復あったら別に構わんような気がするね。はい、特に怖いものなしですね、ヘラは。グラビトンボム6万ダメージが HP25% 以下だから、それまではひたすら殴ろう。まあ、スキルはさすがに使ってもいいんだろうけど、使ってもいいわ、スキル。スキル使います。もう勝ちましたね、これ。勝ち確と、なんか、勝手に予想しちゃって。全然スキル使ってよかったわ。もう初手でスキル使っちゃって大丈夫そうっすね、ここ。はい、でゼウスディオスです。ゼウスディオス実質2ターンで倒せば大丈夫です。1ターン目ね、これやってくるので、1ターン目状態異常向こうやってくるので、まあだから1発目から飛ばしていきます。アカソニアからの呂布からのベルゼブル。ちなみにブブソニー今までなんで使ってなかったかっていうと、呂布を持ってなかったですね。で最近呂布を引いたので使えるようになりました。ちゃんとね、コインダンジョンでスキル上げまでしてきましたよと。うまい、闇を4つ消しにしていく感じ今の。おお、いいから下るね。ということで、ディオス、ブブソニだとクソ簡単ですね。1回でちゃんとペルセポネが使えるようにしとけば誰でも勝てると思います。はい、ということで、ディオスまで行きました。と、マーキュリーと、ゼウス・バルカンですね。ブブソニで頑張って攻略したいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。アディオス。